自民党の反対を排除する国会の運命へと、それに喜び、よだれを垂らし、自民党にすり寄っていく、維新と国民民主党という、エセ野党、合わせると、280議席も上回る、抵抗勢力に絶望しちゃいます。LGBT の法案でも、そうでした。可決された法案には、すべての国民が安心して生活することができるよう留意するといった条文が新たに加えられたのです。性的マイノリティが何かこの加害をしてくる人たちかのような、何かその社会を脅かすかのような、まあ、そういうニュアンスを帯びて、その多数派への配慮が必要。本当にこうそれこそがまさに差別や偏見にのっとった考え方だと思うんですけど、松岡さんはただ平等に扱ってほしいだけと訴えています。何か特別扱いしてほしいわけじゃなくて、同じように安心して過ごせる、まあ、そういう社会を作ってほしい、そういう政治を作ってほしいと言ってるだけなんですけど、やっぱりなかなか届かないなというふうに思っています。可決された法案に加えられた、すべての国民の安心に留意するという一文ですとか、さまざまな批判の声が高まっています。もともと超党派の合意案と実行案があって、維新と国民の案があって、少しその中間に歩み寄ってくるのかなと思ったらですね、最後結果的にはトーンダウンをしてしまって、当事者の人たちの不満が募るだけになったということですよね。まあ、一見するとね、このすべての国民が安心してっていうのはなんとなくこういいような文言に見えるんですけども、保守派の人たちからすると、 LGBT の人たちによるトラブルが起きたら、それはこの条文に反するんだというような理由で、そういう形でこの規制をしていこうというふうに捉えられるわけですよね。結局この法案をめぐっては、一歩前進というはずだったのに、最終的には当事者の方々の不満だけが募るという形になってしまいましたね。当事者の方の不安が高まる法案になってしまった、はい、一体これでは誰のための何のための法案なんだというふうにも感じますけれども。そうですね、国民民主党というエセ野党、十分に注意していきたいです。